いどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンドオブジャスティス、やっていきたいと思います。はい、メンテが明けて1日経ちましたと、ヤガチャの復刻が来ています。10連でポーンって出てる人とかも結構いるみたいで、めっちゃ羨ましいなっていう感じですね。天井もね、通常のピックアップと一緒で、70連ってあれだよねって言ってる人たまにいたんだけど、見かけたんだけど、70連ってさ、セイリンだよね。まあこれからもこういう感じなんだろうなっていうふうに思います。あとですね、これまあ全然関係ない話なんだけど、台湾版にね、ゴッドクロスカミューがね、今日実装されまして、マジで大歓喜してるんですけど、まあその時にね、ログインボーナスでね、7日目にカミューが手に入るんですね。僕、台湾版始めた時、ゴッドクロスアルデバランが実装されてるタイミングだったんですよね。その時にログボがあったかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、もしかしたらこのまま全部光闇は必ず1体手に入る仕組みになってるかもしれないですね。それがまあありがたいんですけど、ただ最初の7日間のうちに、まあ7日目にログインしないとダメっていう仕組みになってるから、だからログインボーナスなんだけど、そこはちょっと気をつけないといけないのかなっていう。ただ噂によるとログイン障害でログインできなかったって言ってる人もいるみたいで、まあそこら辺はどういう風になってるのかわからないんですけど、もし実際ねログイン障害でログインできてなくてポセイドンが手に入ってないんですっていう人がいたら、もう終わっちゃった後ですけど、一応運営さんにね事情を説明してみるといいかもしれないですね。噂によるとお詫びを配られてる人がいるらしいんですよ。明確に何のお詫びっていう風には書いてないんですけど、お詫びで花びらが30枚配られた人がいるんですね。僕とか他の人もそれ知らないっていう人が多かったんで、もしかしたらそのログイン障害のやつで調査した結果、運営さんからログイン障害の結果ログインできなかったっていうのが認定された時に配布されたのかもしれないです。だから同じように状況を説明して伝えればワンチャンポセイドンもらえる可能性あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ今日はね、まあポセイドンが終わりまして、で僕は予定通りね、ポセイドンをねクロス解放まで行きました。あと1でマックスまで、あマックスじゃないけどスキル解放全部終わるんですけど、使ってみてねやっぱ強いね。うん、普通に強いっすね。同じ戦闘力くらいのセイントと並べて使うとポセイドンの方がやっぱ強いですね。だから例えば今の僕だったらシンプルに戦力として考えたら、まあ、ここのアイザックとかクリシュナとかより使えるかな。まあ、54万にはなってますけど、44万ですけど、まあ、開幕の無敵と覚醒、そして神罰の雷、まあ、ディバインサンダーがかっこいいんでディバインサンダーってこれからも呼んでいこうと思うんですけど、これがね、やっぱでかい。確実にめまいさせられるっていうのがでかくて、まあ一応、クリシュナとかも、マハロゴシニーで、昼み状態にはできるんだけど、多い使わないといけないんでね。そういう点では、ポセイドンの速さが全然違うので、これ、荒屋敷じゃねえや。星座とか解放するとね、神罰、速くなったりとか、するし、これクロス30にすると、また神の怒りがね、再発動するっていうのも、かなりでかい。マジでね、解放、その覚醒していくと、どんどん強くなっていくっていうのはみんなも知ってると思うんですけど、これコスモ獲得速度が上がったり、その攻撃力、通常攻撃に割合でディバインサンダー発動したり、通常攻撃でコスモ500失わせるとか出たりとか、まあ、さらに言うと、攻撃力と戦闘速度上がるんですよ。しかもこれ覚醒するごとに上がるんですよ。3段階あるから45%。45なわけですよね。で、クロスを見ると、これ、2000点のコスモを獲得するごとに、攻撃力 3% と戦闘速度3ポイントを永続でアップするっていう。で、これ、バフ解除で消されないってことなんですよね。で、これ、30% と戦闘速度30。戦闘速度なんですよ、これ。ポイントが。攻撃速度っていうのは通常攻撃の速度なんですけど、戦闘速度っていうのは、このサイクルスキルの、その、自分のクールタイムか。クールタイムに影響するんですよね。そうなると、ディバインサンダー、確かね、12秒ぐらいの間隔だったのかな、クールタイム。それが、まあ、早くなるわけですよね。12秒が11秒とかになったりとか、する可能性があるわけですよ。戦闘速度の上昇によって。そうすると、こう、手数が多くて、これが神か、みたいな感じになってくるという感じなんですね。これを聞いて、ちょっとピンと来た人もいると思うんですけど、これね、実はね、レイドでも結構使えますね。下手な能力のセイント。
まあ僕だったらこのくらいのミロ。ミロもめっちゃ強いんですけど、12万。ミロって攻撃力上昇は持ってないんですよね。スカーレットニードルで15層まで貯めると、1層ごとにこれ防御力ダウンさせるっていうのがあるんだけど、レイドでも15層まで貯まると1に戻っちゃうんですよ。っていうのがあって、安定しづらいんですよね。デバフだから、味方全員に効果あるんだけど、それがね、ちょっとわかんない。トレミーのデバフと重なってんのかどうかはちょっとわかんないんですよね。同じ防御力ダウンだったら、防御力ダウンだと、もしかしたら、乗算、加算とかなくて、強い方が優先されるっていう可能性もあるんで、まあ、数値見ても、ランダムが多すぎるし、その検証するのも地獄のような感じになっちゃうからできないんだけど、多分だけど、重ならないんだと思うんですよね。だからトレミーの方が優先されてるような気がするんだよね。まあそれか15層まで重なったら、45% か。まあそこまでいったら、まあそっちの方が優先されるかもしれないけど、でもリセットされちゃうんだよね。っていうところで考えると、ポセイドンのがダメージ出んじゃねっていうところになってます。で、実際ちょっとやってみたんですけど、まあ僕そんなにまだ強くないんですけど、まあ 288M。ポセイドンがね、42M 出せました。で、トレミーとアステニオンよりも出せたんで、相手水属性だから、まあぶっちゃけアステリオンとか土だから得意属性じゃないですか。なのに 38M。まあトレミーもこのぐらいしか出せなかった。考えると、まあ、ポセイドンかなり強いんじゃねっていう感じになるわけですよ。で、トレミーとアステリオンの攻撃力を見ると、アステリオンが14万。で、トレミーが11万。まあ、トレミーの攻撃力低いな。ちょっとアクセサリーがしょぼいのかな。で、9万でしょ？これ、能力上昇が永続で行われると、そのトレミーが一緒にいるとデバフも入るじゃないですか。それも相まって、ダメージ出てんのかなっていう。あれ？ちょっと待って、ネビュラストリームってデバ、防御ダウンかけるっけ？まあでもこれは、もしさっき言ったのが正しいんだったら、トレミーのやつが一番優先されるはずだから。あとは、技セイントなんで、属性バフをかけるために入れるやつも技にしとけば、技セイントの効果がね、つくので、初回奥義の倍率が上がるってやつが、はい、あるんですけど、まあ、それもかけてあげると、やっぱダメージこの二人出しやすいですよね。まあ、こんな感じでちょっといってみますか。おっそ。結構出るでしょ、ダメージ。170万。てか、激、パン、死んで。格の違いを教えてやろう。あ、やっと倒れた。こんな遅いと困っちゃう。で、こんな感じでどんどんダメージ与えていけると。結構ダメージ出てるでしょ。いや、少しずつ成長してますね。これ劇とか、ポセイドンありなんじゃないかな。クロスマックスにするじゃないですか。そうすると制御効果効かなくなるってなってるから、これが、その劇のノックダウン、その後で戦いで、中止できない制御効果を無効にする。これがもしノックダウンも無効にできるんだったら、まあ、かなり激戦は有効になりますよね。ちょっとまあ来週の月曜日が早く来てほしいって感じですね。まあね、こんな感じでね、ポセイドン意外とね、いろんなところで使えますね。で、僕今冒険はこのパーティーでやってますね。ポセイドン。で、ポセイドン入れると、この中で一番ヒットポイント低いから、牛のロックがね、ポセイドンに行くっていうことだったり、あとはカノンは今んところいないけど、カノンが来た時には、カノンの対面にポセイドンを置いてあげれば、ポセイドンがカノンに元老魔王剣反射するんで、あとはまあこういうオーロスとか、こういうワンパン力強いやつのところに、最初のサイクルスキルの飛び上がって撃ってくるやつあるじゃないですか。あれで、技セイントってワンパンされちゃうことあるんですよ。このぐらい強い冒険だと。ワンチャン耐えてくれるっていう。仮にやられても、僕のこのメンバーが生きてれば、まあ巻き返せるんで、っていう戦い方できる。今までここシリウスだったんですよ、このポジションが。シリウスよりも、ポセイドンの方が、やれることが多いんですよね。今言った通り、攻撃を反射できるっていう。相手に神がいるときに、シリウスがいても、まあ、スーパーアーマーが、その、誰に発動するかっていうのもあったりとかするし、まあ、この二人だったら確実に、ポセイドンと黄金氷河が凍結しない
ので、そうするとクロス解放されてないカミュだから3体にしかやってこないん で、そうなると1体しか凍結しない状況が生まれたりとかもするんで、まあ、結構ね有利に進められますね。だから、まあ、方米級とかやってる人とかでも全然ありなんじゃないですかね。まあ、正直言ってなんか今の感覚だと雑に入れても使えそうな感じしますね。まあちょっとそこら辺はまたなんかできたらいいけど、まあ今ここら辺結構余裕なんでね。まあここちょっと勝てるかな。一応見てもらおうか。ちょっとねわざとやってなかったんですよね。4の倍数以外はほぼつまらないから。今さっき言った通りになりましたね。犠牲に、尊い犠牲に。はい、陶器の真髄を、まあ、こんな感じで、まあ冒険はね、まあかなり余裕です。凍結パワー作るのにね少し時間がかかったり、まあ氷河をクロス最低でも星座ぐらいまではね、静粛持ってるけど静粛は別になくてもいいと思う。クロス解放以上で、まあ最低こんぐらいは必要かな、わかんないけど、なるともう敵にほとんど何もさせないみたいな感じできる。ディオが一番ダメージ出してんじゃんとかっていうね状態持ってきます。まああとはねモーゼスとかそこら辺のことよく言われたりするんですけど、一番苦手なのはアルゴドですね。攻撃して相手が凍結してても攻撃するとカウンターで石化させられるんで、そうすると負けたりしますね。アルゴロにぶん殴られて。基本的には耐久パには余裕ですね。うん。銅鉱とかバイアンとか、黄金氷河じゃね。アクエリ氷河1体で銅鉱ぶっ倒したりとかもできたりするんで、まあそういうのとかね。まあ5対1で負けたみたいな人結構いると思うんですけど、カミュー、黄金氷河がついでに一緒にいてくれればもっと確実になりますけど、氷河で一人で勝つっていうのもあります。最後に開きたいっす。アクエリカミ、アクエリ氷河が欲しいんだよね。オロス、セイヤ、アクエリカミ、神じゃねえ、氷河。いやー、この一気じゃねえ。まあ、ディオはいいけど。えい。あー。ちょっともう貫突してるんすよね。ちょっとね、貫突分揃ってんだけど、取ってないセイントとかいるん、してないセイントとかいるんですよ。星8の素材を、こいつに使いたくないっていうのと、今使っても、この瞬間貫突しても強くなれないっていうのが分かってるセイントは、ちょっと無理に星8食わしても、ちょっともう素材がもったいないんで、使わないようにしてます。だから、シリウスとムー、は、今、貫突の手前で止まってますね。すー、いいね。さあ、中間何が出るか。頼む。氷河。せいや、ありがとうございます。やった。30連でせいや出たわ。俺、もう、いいかな。とりあえず、あと2体取るのは無理だから、やっぱ1体でいいか。1体でいいや。もともと1体欲しいって思ってたから、OKOK。これで、OK です。あ、いないんだけど。餌がいないんだけど。ムーだけじゃないか。アルゲティもか。うん。アルゲティもね、うん。無理に。トツ上げてっても強くなれないんでね。僕の今の編成だと。うん。第2パーティーとかも見せたかったんだけど、ね。第2パーティーでも使っ、第2パーティーで、ギリ使ってるか使ってないかって感じかな。まあ正直言って、こういう風にね、人によって編成が違うからね。うん。重要なセイントになるやつがね、違ったりするんで。まあ僕の場合はモーゼス、めちゃめちゃ使ってます。うん。モーゼスがいないと、第一パーティーに成り立たない、みたいな感じになってますね。うん。星11ですけどね。うん。モーゼスマジで使えます。はい。モーゼスを使いこなせる人は、多分ね、耐久パーの構築上手い人だと思います。はい。まあ僕が上手いって言ってるようなもんになっちゃうけど、
まあ、僕はそんなに上手くないと思いますけど、でもタイキューパの構築上手い人は多分モーゼス上手く使ってると思いますよ。うん。はい。というわけでね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。